はい、ごめんごめん。いいよ。うん、入って、そこ、座って。ごめんごめん。ごめんね。まあ、なぜ、ね、呼んだかというと、まあ、お前はね、言わんくてもわかると思うけど、まあ今日ね、ちょっと俺が、試合中に、ダニエルに対してね、お前に対して、まあ、一指導者として、ふさわしくない言葉がけ、コーチング、汚い言葉をお前にかけてしまったことについてね、やっぱりちょっと謝らなきゃいけないかなっていうふうに思って、思います。まあ謝るのと、まあちょっと話し合いというかね、しっかり、お互いの意見をやっぱ言った方がいいかなと思って、お前を呼んだ。うん。まずは、本当に、申し訳なかった。うん。俺もちょっと熱くなりすぎて、汚い言葉使ってしまったことは本当に、申し訳ない。もうごめんな。部長にも、散々、お前何を言っとんだと。選手に対してどんな言葉がけをしとんだというふうに、ぶち切れられました。ごめんなさい。本当にごめんなさい。ただな、お前がね、言いたいことはわかる。試合中に対してね、試合中に俺に対して、なんで、あそこは前から行かないんだ。もちろん、気持ちはわかる。ただ、あの場面の中で、じゃあ、そしてあの時の、あの時間帯の、あのスコアで、じゃあ前から行くことが、で、それはベストなのかな、というふうに、俺の中では思った。で、そこでやっぱり俺は冷静になることができなかったから、お前に対して、何言ってんだと。バカじゃねえなと。お前の中でお前出てけと。まあいうふうに言っちゃった。あれでしょ、本当に申し訳なかった。まあしっかりね、冷静に考えて、例えばバケットコーチに相談したりだとか、自分の中で、お前の意見を冷静にまずは飲み込んで、その上で、いやいや、こうだよ。こういう理由があるから、こういう理由があるからこうなんだよっていうふうに言えたらよかったなっていうふうに思った。で、まあ、それを今言うと、まあ、あの時間帯で、な、もちろん、前から行くっていうことも一つだよ。残り5分で、どんどん前から行って、1対0のスコアで、勝ってる状況で前から行くっていうのもありなんだけど、まあ、例えば、体力を残ってる状態で、やはり、リトリートした方がいいかなと、俺は思った。ただ、これは正解ないから、うん。例えば、リトリートして、無失点。まあ、今回は抑えられたからよかったけど、これ失点してたら俺の、間違いだし。だからこれで、例えば、お前が言う通りに、前からどんどん行った方がいいじゃないですか。前から行って、例えば、相手のプレスハマって、で、そのままね、相手の陣地でボールキープできる。またもう一点追加点取って、もっと楽な試合運びできたかもしれない。それは、正直わかんない。でも、まあ、どっちみち俺がね、お前に対してかけてしまった言葉は、もう間違ってたし、で、そこに関しては、申し訳なかった。うん。まあ、でもね、やっぱりお前とは、長くやってきて、しっかりね、やっぱり、頂点を目指してやっていきたいから、ここはしっかり話し合った方がいいかなと思って、お前が多分、ゲームしとったと思うけど、呼びました。うん。まあ、とにかくね、まあ、やっぱり、ぶつかり合うことはね、選手同士でもやっぱりぶつかり合ってるし、それと同じでやっぱり監督としてね、選手と監督でもやっぱりぶつかり合うっていうのは、あると思うから、まあ、まあ自分を正当化するわけじゃないけどな。今回悪かったけど、まあ、今後もね、お互いに意見はぶつけ合いながら、頑張っていこう。な、よし、頑張ろう。な、よし。いいよ、みたいな。ごめん、ドア閉めてけ、ドア。うん、しっかりドア閉める。うん